JWSC アルペンのスキーコーチをしてます八木橋拓司です。通年で、まだ春は雪上、1ヶ月間の雪上、その後約半年間の陸上トレーニングで、その後半年間の雪上というふうに、通年で指導しています。まあ、ゴールデンウィークまでは、アルペンは、とにかく、残った残雪を滑り次のシーズンのための、ベースを作って、その後少し休んで、冬のために陸上トレーニング、最初そうですね、走ったりとかエアロバイク登山などをして、約2ヶ月、全身持久力、まあローパワーとか言われる部分で、長い時間スキーを乗れるという体力をまずつけます。で、夏休みを挟んだ後は、スキーに近い動きを主にトレーニングしていきます。で、まあスキーブーツを、まだ雪上じゃなくてもスキーブーツを履いたりして、スキーに近い運動を体で、覚えていくなどをして、シーズン入ってから、アタフタしないように、雪上に立つ前十分な陸上トレーニングをしています。11月入ってからは、まあ、スキー場が少しずつオープンしていくので、最初はフリースキーをとにかく反復して、スキーヤーとしてのベースをすごい高めて、滑りを、ある程度完成させてから、12月に入って、ポールトレーニングに入っていきます。それで、まあ、年が明けた後1月からは、大会、いろんな大会を回っていきます。で、それで、まあ、うちの学校の特色としては、まあ、スキー場一つだけっていうことじゃなくて、その都度、例えば赤倉のような柔らかいバーンで、滑ったり、逆に菅平のような硬いバーンで滑ったりして、選手として、幅広い能力をつけれるように、近隣の中で、シーズン中もスキー場を変えながら、能力を伸ばすように、考えています。はい。まあ、学校の施設、およびスキー場の、まあ、さっきも話した通りいっぱい近くにありますし、すごい環境、日本多分一番恵まれている環境にあると思います。で、とにかく、まあ、19歳の方が多いかもしれないですし、社会人の方も含めて、とにかく、スキーに没頭して青春、時間を全てを注いでほしいなと思いますし、それに対して僕も全力でサポートしますので、一緒に頑張りましょう。以上です。